山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気に過ごしておりますか？もうだいぶゴールデンウィークもね、3日ほど過ぎまして、だいぶ皆さん落ち着いてきたんじゃないですかね。それで今日はですね、うちのね、関係者で、まあ、いろいろね、能力者っていう人いますけど、自分も能力者になりたいなと。自分も、なんかね、勘の良さとか使って、生活を便利にしたいなという人もいるんじゃないかなと思っております。まあそこで今日はですね、さくらさんに電話がつながっております。そこでまあ、あなたもなれるね、能力者というタイトルで、今日はインタビューしてみたいと思います。さくらさん。はい。はい、どうもお久しぶりです。お久しぶりです。ゴールデンウィークは元気にしてますか？はい、おかげさまで、まあ、普通に過ごしてます。ああ、そうですか。はい。うちは、太郎と一緒に来た、太郎よりちょっと先輩で来た、クロっていう黒猫がいるんですけど、あ、はい。そいつがやりたい放題ですね。そうなんですね。いたずらばっかしてますよ。まあ元気なのはいいんでしょうけれど、あんまり過ぎると困ったりとかされますかね、やっぱり。困ったちゃんですね。本当ですか。太郎とコンビを組んで、この二人が極道コンビで悪さばっかしてますよ。なるほど。まあでも仲、まあ、逆に仲がいいのかもしれませんけど。そうですね。ベビーベッドで一緒に寝てますね。あ、そうなんですね。まあ悪さをするのもたまにはいいかなと思って見てますけどね。まあ成長してきた証拠かもしれませんし。そうですね。さて本題なんですけども、はい、まあ誰しも能力者になりたいという気持ちがあると思うんですけど、まあ誰もがなれるんですか？結論から言うと、なることはできると思います。その強弱はあるにしても、強弱と種類ですね。多分種類って言ったらあれですけど、タイプっていうんですかね、それによるんですけれど、はい、その、まあ、どこに進むかによる、どれぐらいかっていうところと、どういうタイプかっていうところですね。その種類ってのはどういうことですか？ですね、まあ、一般的に霊感とかっていう中に、大きく分けるとサイキックとミディアムシップっていうのがあるんですね。で、サイキックっていうのはいわゆる、直感とか、まあ、霊感の一部もまあ半分ぐらいちょっとこちらに入ってるかなと思うんですけれど。直感とか、はい、それが総称してサイキックって言い方をしてるんですね。なるほど。でそれが一つ目と、もう一つがミディアムシップと言いまして、いわゆるスピリット、つまり霊が見えるとか、それから、まあ、霊とが見えるだけではなくて、まあ、そのコンタクトが取れるとか、それからメッセージもらえるとかいったことになるんですけど、そういったことをミディアムシップっていう、まあ、大きく分けると2種類あります。大体皆さん 2通り、どっちかに分類されることが多いんですか？ですね、最初はそのサイキックが最初で、そのまあ訓練してミディアムシップの方に進んでいくっていうふうにも考えるケースが多いんですよね。なるほどね。だからミディアムシップができる方はサイキックもできるしっていうことなんですけれど、サイキックができるからミディアムシップができるかっていうとは、そうは限らないっていう。そうは限らない。そうですね、やっぱりすいません、霊が関わってくるかどうかっていうと、ちょっと変わってくる部分があるので。よくね、アイムさんとかいろいろ
ね、あの若手の人にやってもらってるじゃないですか。はいはい、あの桜さんの、うん、はい、ああいう若手の人っていうのはどうなるんですか。センスがあるなっていう人とないなっていう人と分かれるとか。あ、それも多少はやっぱりあるかなとは思いますけれど、うん、なんですけど、だからそのどこまでできるかっていう、うん、まあ、いわゆるその職業霊媒って言ったりとかするんですけれども、うん、あのまあ、お金をいただいてミダムシップをするっていう、もう職業霊媒って言ったりするんですけれど、うん、そういうところに進んでいくのか、それとも、まあ、あのご自分とか、まあ、ご自分の周りの感じでやられていくかっていうところの違いは出てくるかなと思います。なるほどね、うん、でやっぱりそれをなんて言うんだろう、仕事にしていくっていうのはやっぱり結構プレッシャーでもありますよね。そうですね。でもその基本的には私の考えにはなるとよりなるとは思うんですけれども、うん、結果が職業になってるっていう感じなんですよね。結果が、そうです。だから霊媒になりたい、うん、つまり霊媒のことの今ではミディアムって言ったりとかするんですけれども、うん、だから私もミディアムっていう表現はさせていただいてるんですけども、うん、このミディアムになってお金を儲けたりとかっていうことではなくて、うん、まあ、やっているうちに結果的にはその、まあ、生活をしているっていう、そういう感じじゃないかなと思うんですよね。なるほどね、うん、でもあの最初さくらさんがそういう道に進むって言った時、結構家族とか友達とか反応はどうでした？え、それがですね、あの、うん、なかったんです。私はなかった なかったんです。はい、何もないんですか。あのが、ね、あの一部身内の人たちは知らないんです、私がこういうことをしているの。あ、そうなんですか。ええー、それはなんで言わないのかな。言わないというのは、まあ、私の一番親しい身内は実はもう亡くなっているもんですから、はい、まあ、言う必要がなかったっていうのが一つと、うん、それから、まあ、あの要するに自分から言うものではないからっていう感じですかね。おお、そういう考え方なんですね。うん、例えば、まあ、あのお仕事、もう一つ実は私はあのカルチャーセンターで講師もしてるんですけれど、はい、あのそちら、例えば職業は何ですかって言われたらそちらの方を答えて、うん、だからその霊媒っていう、例えばミディアムっていうものが仕事ですよっていう認識は今もないんですね。ああ、そう、それはなんでなんですか。ですね、あのやらせていただいてる感じだからですね。あ、させてもらってると。だからご依頼いただくので、その時に目いっぱいやらせていただくわけですよ。うん、なるほどね。で、まあ、持てるものを全てその、あの私ができることはやらせていただきますっていう感じで、うん、でそれがそのずっと続いているっていう感じなんですよね。なるほど。だからその例えばですけど、ミディアムになりたいとか、ミディアムで生活をしていきたいとかっていう感覚っていうのはもともと持っていなくて、うん、結果的にこうご依頼いただくっていうことは、まあ、その時にあのやっていくっていう意識っていうのがつながっている感じですね。うん、気がついたらなっていた。あ、そうです、そうです、本当そんな感じです。そういう感じですかね。まあ、もちろん勉強する過程はありましたけれども、うん、その例えばあの要するにあの職業霊媒になろうっていうことではなかったので、うん、言ってみればあの本当に気がついたら、本当にその、まあ、勉強してる最中からちょっとご依頼いただいていまして、うん、それでだから私はそういうつもりがないんですって言ったら、その友人とかがやれっていうふうに押してくれたんですよね、逆に。おお、なるほど。でそれでそうかな、じゃあ頑張るみたいな、最初はそうでした。うん、だからそのやはりもちろんですけれども、そこの至るまでの間にはあの勉強したりとか、うん、訓練したりとかっていうことはもちろんしていますけれど、なんか知らず知らずのうちに周りがそういう風にしてくれたって感じですかね。それはありますね。だからそのすごく面白い話があって、うんうん、
もうそのこういうことはやめようと思った時があったんですね。もうその時にご依頼いただいてたんですけれど、やめようと。なんですけど、なんで思った？一旦ちょっとやめ、すいません、どうぞ。はい。なんでやめようと思ったんですか？ですね、やはりその時にもうすでに生活っていうとあれですけど、まあ、うん、言ってみれば生活するっていうふうなことはしていたんですけれど、やっぱりこう、うん、減ってくる波がありますから。はい。減ってくるっていうことは自分が役に立っていないとか、うん、まあ、自分がその例えば例の世界でいう必要がないから、まあ、自分のとこにご依頼がないんだろうなっていう時期があったんですよね。はは、減ってくるイコール、なんか必要とされてないんだ自分はっていうふうに思っちゃうんですか。そうですね、だからそれまでに看板出したこともなかったですし、うん、自分がその例えば宣伝したってこともなかったんですけど、ご依頼をいただいたもんですから、うん、でそれがそのあるうちはその時にもそのご依頼いただくうちはやらせていただくっていう感覚だったんですけれど、うん、それがなくなってきた時にやはりその人生考えなきゃいけないなっていうふうに思った時期がありまして、おー、なるほど。でその時に1ヶ月だけ遊ぼうと思ったんですよ。ええー、その仕事もせずに、まあ、そのこういうお仕事を一回もう役に立ってないのであれば、まあ、違う世界行きますみたいな感じで、うん、まあ、シフトする期間で1ヶ月宣言したとか、うん、1ヶ月だけ休みますからっていうことで、うん、で、まあ、もう休んで、じゃあ、それこそハローワークにでも行こうかなと思った時があったんですけれど、うん、で1ヶ月ぴったりの時に仕事が入ったんですよね。おで、そこのそれがその尋常じゃないお仕事のりをいただき、お仕事って言ったらですけどご依頼をいただいて、おお、すごい、それですごい量が多かったんですか、その時仕事が。あ、その時はそうでしたね。だから本当に1ヶ月遊んだ分まとめてきたんじゃないかっていうぐらいだったので、うん、それでそういうことを言ってた、いやもうちょっと今とてもちょっと忙しい状態ねって言ったら、お友達とか周りの理解してくれてる方たちなんかがもうそれはやれっていうことだからやっていけっていうふうに言われまして。ああ、じゃあ葛藤があったことはあったんですね。ありましたね。その時はやはり要するに自分自身が例えば霊媒、職業霊媒とかなりたいとかっていうふうだったらちょっと違ったかもしれないんですけれど、うん、そう思う前からもご依頼いただいてると、なんか本当に動かされてるようなイメージだったんですよね。おお、じゃあ、それが、じゃあね、はい、まだこれからも、なんか仕事が急に減ってなくなっちゃってする場合もあるんですかね。あるんじゃないかなと思います、その時は。はい。で、未だに波はありますか？たくさん来てるとか。そうで、波はやっぱりあります。はい。うん、でまあね、うちのね、事務所と知り合ったのは動物のリーディングで知り合いましたけど。あ、はいはい。当然人間もやってて。そうですね、はい。うん、それでもうキャリア何年ぐらいなんですか？もう10年くらいかしかなと、もうちょっと短いかもしれない、8年ぐらいですかね。ああ、じゃあなんか第三者に突き動かされてるような、なんか他の周りの目に見えないものも含めて、なんか第三者の霊的なものがお前行けよって背中を押してるような感じがしますね。ああ、そうです、ありがとうございます。ね、そうだと嬉しいです。はい。おお、それでね、まあ、俗に日常生活を送っていて、はい、まあ、これはね、霊的な能力を目覚めさせるのに効果的だとかいうトレーニングはあるんですか？ありますね。私のそのワークショップでもそういったことをちょっとやってはしてるんですけれど、はい、例えばそれも実証とかになるので、例えばまあここでお話しさせていただくとしたらですけれど、ええ、さっき言ったみたいにサイキックレベルとそのミディアムシップっていうのがあるので、うん、まあ、サイキックレベルからちょっとお話をさせていただくと、本当にすごく、はい、初歩的なところで実はすごく難しいんですけれど、うん、
意外に難しくって簡単ってことですよね、普通に。それが例えばカードを当てるとかですね、うん、あよくありますね、本当にトランプで構わないのでトランプを伏せておいて、うんうん、でその例えば色から始めるんですけど、うん、赤いカードか黒いカードかっていう二択ですよね。ああなるほどね、でその次のマークに行くんですけど、マーク4種類ありますから、ああトランプだと、うん、で4択になっていきますよね。ああ ESP カードとかは 使わないですか。え ESP カードは、えイギリス ESP カード、超能力者の、全然使わなくても、例えばその訓練するってなったら全然大丈夫、うん、できると思います。うん、なるほど。道具っていうのに別に特にこだわらなくても、本当にシンプルなところから、そういうところからやってみたりとか。でも確率論で2回に1回は当たりますよね。そうですね、はい。黒色か赤色かみたいなやってたら、はい、そうです。それは単なる確率論で当たってるんじゃないんですか。実はですね、当たる当たらないに視点を当てるんじゃないんですね、これは。それはどういう、当たった時に、まあ、2分の1なんですけど、うん、じゃあ2分の1で当たった時に、うん、これが例えばどういう感覚の時に当たったかっていうのを見るんですよ。ああなるほどね、だから例えばリーディングをさせていただいていて、男性か女性か、うん、私は亡くなった方のリーディングをさせていただくんですけれど、はい、男性か女性かっていったら2択じゃないですか。はいはい、そうですね、それは当たり外れではなくて、実際見えてるから男性です女性ですとお伝えするんですけど、でその時にこう確かに感覚的に合ってるっていう感覚っていうのはやっぱり必要になってくるので、そういう感覚を養っていくっていう感じですね。こういう時に感じたビジョンが正しいんだっていうふうに経験値を積んでいくんですね。そうです、そうです、そうです。そうすると確率上がってくるんですか。上がるか、そうです、上がる時もありますし、もちろんそのままの時もありますし、うん、ただ感覚的なものでいくと、うん、こう鋭くなっていくっていうのが一番いい表現かな。あ、こういう感覚なんだなっていうのがつかめてくるっていうのがあるんですよね。感覚鋭くなる、当たりか外れかにそのこだわっていくと、うん、いわゆるその占いでもそうですけど、当たり外れにこだわるし、うん、例えば霊感使っても当たり外れにこだわってしまう方になってしまうので、そこは目指していないんですよね。なるほどね、だからいかにそのどういう感覚の時に当たるのかとか、あとは体調だったりとか、うん、それから例えばその、すごく頭に来たことがあって怒っているような状態が続いてた時、うんと、それからすごく自分が穏やかな気もしている時との当たり方の違いも絶対出てくるので、そういう感覚っていうものを、このカードをやりながら見ていくっていう感じですね、うん、それで体で得するって感じですかね。そうですね、やっぱり経験値としてその一番最初、まあ、スタート地点でこう例えば、うん、直感がだんだん慣れてくると当たり前になってくるんですよね。あ、うん、当たったねみたいな感じになってくるんですけど、うん、たまに当たるとすごく嬉しいじゃないですか。ああそうそうですね、だからそれを外していかなきゃいけないので、うん、いや当たった嬉しいとか外れた残念っていうところを全く外していかなきゃいけないっていう目的もあるんですよね。ああそれは淡々と処理できるまでにならないといけない。そうです、だから自分自身の感覚にその、感覚をそのキャッチするとか、うん、それから自分自身の感覚を得るとか、いろんな表現があると思うんですけれど、うん、そちらの方が重要っていうことですね。じゃあ それでまあ緩和鋭くなったとしても、次の段階で行く時ってどうやったらいいんですか。もうこれもやはり訓練というかしかないんですけれど、例えばですけれど、一つ、まあ、いくつか、のうちの一つ目なんですけど、例えばすごく分かりやすいのはオーラかな。オーラ、はい、オーラっていうのは見るって皆さんおっしゃる、見えるとかおっしゃるんですけれど、はい、実はオーラを見るとか感じるっていうのもあるので、うん、で、オーラの中に情報が入ってるとも言われてるんですよね。おー、なるほど。ですから例えば誰かがすごく近づいてきた時に何か嫌な感じがするとか、ああありますね、うん、それはどっかでそのオーラを感じてるんですよね。
その人の存在そのものが、オーラか。と発してるもの、例えば怒ってる人が、うん、あの 表情は普通だけどもすごく怒ってたら、やっぱり怒ってるエネルギーは出てるわけじゃないですか。うん、出てますね。オーライコールエネルギーと言われているので、そのエネルギーを感じるのが次の段階ですね、うん、はは。だサイキックっていうのはさっきそのカードって伝えたんですけど、カードは物体なんですよ、うん、だから物体のものをこうあの当たり外れっていうのは要するに物質的なものなんですけど、だからこの次の段階としては、うん、あのまあ、生きてる人間、それからワンちゃんもそうですね、うん、ワンちゃん、猫ちゃん、動物もたちもそうです。うん。だからそこの持ってるエネルギーからをこうあの感じ取っていくっていうのが、まあ、一番その、まあ、段階的には次の段階になるかなと思います。おお。じゃあ具体的にオーラを読むことから始めると。それもやるっていう感じですね。うん。あの練習はいくつか種類があるので、うん、そのオーラもやりますし、うん、でそのオーラからオーラの情報を読み取るのをオーリックリーディングっていうんですけれど、うん、例えばそのこう醸し出している雰囲気だったりだけじゃなくて、オーラの中に、うん、例えば昨日簡単な話でいくと昨日食べたご飯とか、うん、そういう情報がこう入ってるって言われてるんですよ。おお、それを当てる。そうですね、それがその要するにそのあのこの物質的なところから次の段階に行って、うん、まあ、いわゆるそのリーディングができるようになっていく準備っていう感じですね。うん、なんかあの霊能力の開発っていうよりも超能力の開発に近い感じがしますね。ああ、そうかもしれません。あのその次の段階が今度は 霊能力ってことになっていくので、うん、でそれができたら今度は霊の方にシフトしていくっていう感じですね。どんなことをやるんですか？もう本当にこれも本当に実習しかないですね。これはあの、特にミディアムシフトって言ったらもう実習しかないです。ということは実際に霊と喋ってみることにトライすると。そうですね、ええ、うん、そんな簡単に喋ってこれくれます？いや、人にもよると思うんですけれど、ええ、いうと、あのまずはだから、そこの段階行く前に、うん、見えるか感じるか聞こえるかっていう判断をしなきゃいけないので、うん、なんで例えば見えるっていうタイプで見える、見えるタイプの人もいらっしゃるので、うん、それとそこ会話じゃないじゃないですか。見えるっていうことになるので、こういう人が来てますよみたいな。で感じたらなんかこんな感じの人が来てますっていうなるなりますし、おう、なんかうちのかみさんなんかあの音でよく聞くんですよ。ああ、もう霊聴ですね。霊聴が強い人と霊視、僕はビジュアルで霊を見るんですけど、もろに、あのもう人間と同じような感じ見えちゃう場合はほとんど5回に1回ぐらいあるから、あの生きた人間と間違えるぐらいはっきり見える時もあるんですね。あの霊聴と霊視の違いってどうなんですか？霊聴っていうのはもうあのおっしゃる通り、あの、聞こえる、だからその霊の声が聞こえる、うん、で見えるわけでもないし、聞こえただ聞こえるっていう感じですね、うん、どっちがあの超能力要請に向いてるとかそういうのあるんですか？いや、これはね、多分タイプだと思うんですよね、その人によって。ただ一番多いのが霊感だっていうふうには言われてます。うん。パッとひらめくと。だから実は霊視ってあの見えるっていうよりも霊感の方が多いんじゃないかっていうことで。うん、ああ、なるほどね。こんな感じがするみたいな言い方になる方は多分霊感ですね。ああ。ある日突然この A さんのことが気になってしょうがなかった。なったら A さんが実は病気で入院していたとか、そういうことですか？はいはいはい、それが霊感みたいなんですかね。そうですね、うーん。